糸崎君雄です、今回もねレンズのボケ味の研究をしようと、そういうマニアックな話で恐縮なんですけども、実はですねちょっと前の動画で、このレンズね AI ニッコール 50mmF1.8S というね非常にコンパクトな一眼レフ用の標準レンズですね、これを紹介したんですよ。これでね抽象写真というのをね撮ってみたんですね。でその時はねF8 に絞り込んで、基本的には絞り込んでシャープな写真を撮ったんですけども、ちょっと使ってね開放で撮ってみたらね、実はボケ味にすごく癖があってなかなかいいレンズなんじゃないのかなというふうにして思ったので、改めてね別のレンズと比較してね検証しようということなんですよ。で比較に使ったレンズがね一つはこれなんですね。これねちょっと変わった形のレンズなんですけども、これはオートヤシノン DX50mmF2 というね M42 マウントのヤシカのレンズなんですね。ヤシカが1960年代に出したレンズだと思うんですけども、ヤシカっていうのはコンタックスブランドのカメラとレンズの製造を始めるんですよね。だからヤシカのレンズっていうのはその意味で言うとそのコンタックスの系風につながる名レンズが多いんですけども、このレンズはまあノーマルでボケも素直なんじゃないのかなということでね比較対象に選んでみたんですね。で大きさで言うとまああのヤシノンの方がねまああの大きいわけですよね。だからこのぐらいの大きさが 50mmF2 クラスの、ノーマルな大きさで、こっちのニッコールの方はまあ随分薄型化してるわけですよね。でそれともう一つ比較対象なのがこのシュタンハイルマクロキノン 55mmF1.9 なんですけど、これは随分でかいレンズなんですね。でこれはまあ僕の動画でもたびたび紹介しているまあお気に入りのレンズなんですけど、あの非常にマクロレンズとして非常にシャープな代わりに、まあ、ボケ味がね汚いんですね。あんまり綺麗じゃないんですね。でもねこの 50mmF1.8S のボケ具合とちょっと違うんじゃないのかなと思ってね、それの確認も、してみたいなと思って、まあ比較してみたと。なんか 0.1 段階刻みで絞り値が違いますけども、こういうレンズのボケ味というのをね比較してみようというわけなんですよ。で今回ねボケの比較ということでまた近所で梅の花を撮りましたけども、まず最初にね一番ボケ味が素直だなと思われるオートヤシノン DX50mmF2 ですね。次の AI ニッコール 50mmF1.8S ですね。このレンズやっぱりねこうして見てもボケが独特で、その意味で言うとすごく面白い写真が撮れるんじゃないのかなと、マクロキノン 55mmF1.9 ですけども、まあ確かにねこれもボケが硬い写真だと言えますけども、ということでね3つの写真の真ん中あたりを切り取って、並べてみましたけどね、こうしてねボケを比較すると分かると思うんですけども、さらにピクセル等倍で拡大すると、まあ、こんな感じになるんですけどね、ヤシノン DX50mmF2 はいわゆるまああのレモン型のボケになってるわけですよね。これはまああの大口径レンズの絞り解放でありがちなボケの形なんですけども、 AI ニッコール 50mmF1.8S はねこのボケの形がなんていうかね鱗状になってるんですよね。対してねマクロキノン 55mmF1.9 は、まあ、レモン状に歪んだ玉ボケのエッジが全体的にこうエッジが立ってるわけですよね。だからうるさいボケっていう風にして感じるんですけども、 AI ニッコール 50mmF1.8S はその片側が開いたボケでこう鱗状のボケなんで、それがね独特の面白い効果を生んでるんじゃないのかなという風に思うんですね。で他の写真で比較してみますけども、これはオートヤシノン DX50mmF2 の最短撮影距離付近ですね、だいたい50センチぐらいで、やっぱりヤシノンのボケは比較的素直で自然ですよね。でそれに対してニッコールのボケは非常に独特でね、こうして改めて見るとね鱗状なんですよね。だからこう放射状にこう鱗が重なってるようなボケで、まあ、これは随分独特で面白いと言えるんじゃないかなと思うんですけども、でマクロキノン 55mmF1.9 は、まあ、全体的にこう
硬いボケですよね。やっぱりね、カサカサした感じであんまりいいボケとは思えないんですけどね。だからこのレンズは絞り込んだ時のシャープネスに特化したマクロレンズなんで、ボケの描写は苦手と、まあ、そこがねこのレンズの魅力でもあるんですけども、でこれもちょっと離れたところから撮ってみましたけども、オートヤシの DX50mmF2 ですね、まあ、素直なボケだと言えるんじゃないかと思うんですけども、AI ニッコール 50mmF1.8S ですね。やっぱりね、この鱗状のボケがね面白いですよね。こうして見てもね、独特の立体感があるし、やっぱりこの鱗状のボケは絵画のタッチみたいに見えてね、なかなかねやっぱり面白いんじゃないかと。マクロキノン 55mmF1.9 ですね。やっぱりね、同じ硬いボケでもまあ面白みがないというかね、こうボケの硬さが単調というかね、これはこれで独特の描写だと言えるんですけども。というわけで今回はシグマ FP に装着した AI ニッコール 50mmF1.8S ですね、このレンズのボケが実は独特なんじゃないかっていうことを検証するために、オートヤシノン DX50mmF2 ですね、そしてマクロキノン 55mmF1.9 ですね、これらのレンズと比較しながら検証したんですけど、結果としてはね、このレンズかなり独特のボケで、その意味ではね面白いレンズだし、あんまりこのレンズのボケ味がどうとかって聞いたことがないんで、隠れた名レンズかもしれないとね、そういう話をさせていただきました。このボケの傾向はね、おそらくマイクロフォーザーズに装着しても発揮されるはずなんでね、まあ、またね機会があったらマイクロフォーザーズにつけて撮った写真をねご覧いただこうと思います。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ね、よろしければ、まあ、このチャンネルは私がとにかく、写真家としてまあ好き勝手にやっていこうとマイペースでね、マニアックな話から、あとまあ新製品お借りできたらそれも紹介するしね、ということで、やっていこうと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。